狭山が丘漁。狭山丘漁は、日本の関東平野西方、埼玉県と東京都の都県境に、東西1 1トル、南北4トル、総面積約3500ヘクタールの規模で広がる、丘漁である。最高地点の標高は1 9 4ル、周囲は、武蔵野大地となっている。埼玉県所沢市、入間市と東京都東村山市、 東山都市、武蔵村山市、西多摩郡水穂町の五市一町にまたがっている。所沢市の公益財団法人、トトロのふるさと基金ホームページ内にて2014年に埼玉県佐山川丘漁生き物触れ合いの里センター、名義で発表された、法文である佐山川丘漁北部とその周辺地域におるキツネの最近の記録によると、 鞘山川丘漁のキリンチ分布から半径約1トルの範囲を鞘山川丘漁と定義し、それより遠方を周辺地域として定義している。古くから丘陵やその周辺で田畑が開かれ、農民が雑木林から新炭や大肥にする落ち葉を採取し、里山としての景観や生態系が形成された。太平洋戦争後は住宅など市街地やレジャー施設が、 開発されたが、それに先立って建設された、佐山湖、山口貯水池、玉湖、村山貯水池の水源保護林があったため、首都圏成功にありながら、里山の環境が広域にわたり保持されている。基盤となる地層は、佐山層と呼ばれる、鉱石層、海を三つ履層、上位を谷津粘土層と分ける。その形成は、当初、 新代三期採集の先進予とされていたが、後に象の化石が発見されたことにより、新生代前期更新予、180万から100万年前に始まったと考えられている。この地層は関東づくり盆地運動のために傾斜し、上位の地層とは不整合になっている。以降は海水準変動を経て一時的に海底になったが、おおむね陸地であったとされ、 西側の山地から小玉川による砂漠が南の小相模川のものとともに、戦場地上に厚く堆積し、最も海面が低下した最終表記、潤ム表記では7万年の1万年前までに、隆起扇状地及び鉱石台地を形成した。この当時の河川は大ね南西から北東に流れており、荒川上流や入間川、不老川、黒目川、玉丘陵では、こった川、 南浅川などの現在の流れの方向はそれを示唆している。この時期に成立した第一面を玉面と称している。関東平野の南部が隆起するに従って、船長である現在の大梅付近から小玉川の河道は北東から南東に向きを変え、河岸岸球を作りながら過刻を下げて玉面の大地を現玉川の流れが分かち、南の玉丘陵と分かれて、 北側に島状に残ったものが、や山が丘梁である。同じ頃に、活発化した火山活動により、富士山のものを、主とする火山灰が、玉面の上に厚く堆積して、関東ローム層、古い火層から順に、下末吉層、武蔵野層、立川層と呼ばれるとなった。現在の船長の大梅付近の標高がおよそ180メートルなのに、比して、 狭山川丘寮の西端部では194メートルもの標高がある。東部ではおよそ90メートル前後。大地との飛行は40メートルから50メートルほどある。狭山川丘寮の西端部を北西から南東方向に立川断層が走っている。豊かな自然に恵まれた東地域は遥か石器時代の昔から多くの人々に利用されてきた。 遺跡の宝庫であり、230以上が確認されている。昭和以降、当地域は大規模な開発が行われ、第二次世界大戦前は、東京市による水源開発、第二次世界大戦前後は、西部グループにより、西部ドームや西部へに遊園地に代表される、レジャー開発が割れてきた。さやまが丘漁には、年間100万人程度の行楽客が訪れる。 一方で、これまでに高等植物1 0種以上、昆虫類1 0種以上、鳥類210種以上が確認されている。純絶滅器具、NT 種である大鷹も生息する。や山が丘寮の保全を図るため、埼玉県は、県立自然公園条例に基づいて1807.8ヘクタールを1951年、昭和26年3月に、 埼玉県立佐山自然公園に指定、また、東村山市、東山都市、武蔵村山市、水穂町と、所市、入間市にまたがる1607ヘクタールが首都圏、近郊緑地保全法に基づいて1967年、昭和42年2月に、佐山近郊緑地保全区域に指定された。1994年、 平成6年7月には、鞘山が丘寮の自然について、学習、理解を深めることを目的として、所沢市域約1000ヘクタールに、埼玉県鞘山が丘寮生き物触れ合いの里センターが、開設、翌1995年、平成7年7月には、鞘山が丘寮の雑木林や湿地など、里山景観の野外展示と生物の保護を目的として、所沢市、 イルマ市域に埼玉緑の森博物館が開設されている。東京都側にある5つの東京都立公園、鞘山公園、東山和公園、八国山緑地、野山北、陸道山公園、中東公園は NPO と西部グループの西部造園を代表とする企業による西部・鞘山が丘両パートナーズが指定管理者となって管理される。 2017年6月、西部、鞘山が丘漁パートナーズは地元3地東村山、東山と、武蔵村山と、鞘山が丘漁観光連携事業、推進実行委員会の初会合を開いて、鞘山が丘漁のブランド化と観光客、移住者の増加を目指す。給料地の保全、活用に向けて、東京都、埼玉県及び、関係6市町、東村山市、 東山都市、武蔵村山市、水穂町、所沢市、入間市により、佐山川丘寮の自然環境に関する連絡協議会が設立され、共通の取り組みに向けた現地調査や行動計画の策定、共通パンフレットの作成などが行われている。最東端の八国山周辺は、宮崎春が監督した長編アニメ映画、 隣のトトロで舞台のモデルとされたことから、同作が公開された1988年、昭和63年前後より、日本国内で広く知られるようになり、作品の人気により、鞘山川丘漁の全域は、トトロの森の愛称を得て直接的にあるいは作品を、通じて、間接的に親しまれる地域となった。1990年、平成2年には、 鞘山が丘寮の自然と文化財を守るためのナショナルトラスト運動、トトロのふるさと基金が設立され、翌年には一号地の買い取りに成功。以来、同団体は2013年、平成25年10月時点で、埼玉県所沢市内に20カ所、東京都東村山市内に1カ所のトラスト地、合計面積は、14万10平方メートルを所有し、取得に投じた。 合計金額は約3億878万円となっている。トラスト活動への寄付額は2018年1月時点で9億3640万円に、買取値は2018年3月までに48、箇所8ヘクタール以上へと増え、所沢市に残る古民家、黒助の家を拠点に、トラストや狭山が丘漁の散策といった活動を行っている。また、 狭山川丘漁にほど近い、狭山湖に発する柳瀬川の中流部、西部鉄道池袋線が渡過する天路西側、秋津駅の西北西500メートル、埼玉県所沢市北秋津と東京都、東村山市秋津町にまたがり柳瀬川両岸、ニア、淵の森緑地で、柳瀬川う岸の雑木林約1500平方メートルを市民が宅地開発から守るため募金を行い、 東村山市に寄付するという運動も成功した。東村山市では、この寄付金も合わせて、緑地を買い取ることにしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。